大変長らくお待たせいたしました。ただいまから夜間演習を開始します。はじめに演習館における注意事項について説明します。演習館、会場内の照明器具を消灯しますが、懐中電灯、カメラ、携帯電話、スマートフォンおよびタブレットなどの光を発するものの使用は安全な演習実施の妨げとなるため、すべての使用を禁止としますので、ご協力をお願いします。会場前の広場は大変危険です。演習館、前方のロープより前には絶対に出ないでください。また、戦車が射撃をする際、大変大きな音がしますので、ご注意ください。次に、演習構成について説明します。演習は第1部、暗視装置を使用した射撃、第2部、各種の戦場照明及び照明下の射撃、第3部、防御戦闘の3部構成です。続いて広場に展開している火器及び部隊の位置を前方のスクリーンで説明します。向かって左手から87式対戦車誘導弾です。84mm 無反動砲です。携帯対戦車弾です。89式装甲戦闘車です。ヒトロク式機動戦闘車です。90式戦車です。小銃および機関銃を装備した小銃班です。マルヒト式系対戦車誘導弾です。以上で広場に展開している火器および部隊配置の説明を終わります。なお特化部隊および迫撃砲部隊は原爆石の左手およそ1000メートルから3000メートルの地域に展開しています。射撃の際一部の発射の火口が見えますので確認してください。それでは第1部暗視装置を使用した射撃を行います。はじめに機関銃を尾行暗視装置により射撃します。ただいま点灯した目標黒の台手前に射撃します。第1番黒の台手前射程締め。次にヒトロク式機動戦闘車の戦車砲および車載機関銃を赤外線暗視装置により射撃します。ただいま点灯した目標アルファの台右および黒の台に射撃します。大きな音がします。ご注意ください。アルファの戦車鉄砲赤外線暗視装置により射撃します。
ただいま点灯した目標3の台に射撃します。あちら式対戦車3の台戦車次に、丸人式系対戦車誘導弾を赤外線暗視装置により射撃します。ただいま点灯した目標白の台に射撃します。丸人式系対戦車誘導弾白の台戦車ダブル撃て。続いて90式戦車および89式装甲戦闘車通称 FV が操縦用暗視装置を使用して無照明下で陣地に侵入します。カメラのフラッシュなどは操縦の妨げになり大変危険ですので絶対に使用しないでください。操縦用暗視装置を使用した操縦は昼間に比べ視界が極端に狭くなるため操縦士には高い操縦技術が要求されます。ただいま点灯した目標5の台左および黒の台に射撃します。次に FV の 35mm 機関砲および車載機関銃を赤外線暗視装置により射撃します。ただいま点灯した目標4の台および黒の台に射撃します。これより第2部各種の戦場照明および照明下の射撃を行います。戦場照明とは夜間でも昼間と同様の情報活動や射撃などの戦闘行動を可能にするための照明で、主に砲迫の照明弾射撃のほか 84mm 無反動砲、化学加工機、照明機材などを使用します。第2部では各種の戦場照明を展示し、その照明下における射撃を行います。はじめに 81mm 迫撃砲の照明弾射撃を行い、その照明下で 120mm 迫撃砲を射撃します。
目標は三段山です。81名派遣も初段発射、データベース30秒。後方の射撃陣地から発射された照明弾をおよそ30秒後に三段山上空で解散します。解散5秒前、解散。81ミリ迫撃砲の照明弾を上空で破裂し、100万カンデラの明るさで照明します。1カンデラは1本のろうそくに灯された火の明るさに相当します。なお照明弾が高さ100メートルで照らす地域は東京ドームの広さとほぼ同じになります。続いて照明下の120ミリ迫撃砲による射撃を行います。こちら120発以上、三台は敵艦艇、暴力者クレーン。こちら FNC、了解。120ミリ迫撃砲、暴力者発射。120ミリ迫撃砲の照明弾射撃を行い、その照明下に特化火砲による射撃を行います。目標は三段山です。120ミリ迫撃砲初段発射、経過表示30秒。後方の射撃陣地から発射された照明弾をおよそ30秒後に三段山上空で解散します。続いて照明下の特化火砲による射撃を行います。こちら F を攻略者、対戦車ミサイル含む陣地正面火と丸々中心部へ送る。こちら F 電子了解、攻略者発射。初段弾着5秒前、弾着。平均弾着点よし、任務終了。
対戦車ミサイル制圧。送れ。了解。終わり。84mm 無反動砲の照明弾射撃を行い、その照明下で携帯対戦車弾および 84mm 無反動砲を射撃します。 84mm 無反動砲の照明弾を上空で破裂し、65万カンタラの明るさで照明します。目標は青の台です。最後に 120mm 迫撃砲による IR 照明弾射撃を行い、その照明下で突火火砲を射撃します。ここでいう IR とは赤外線のことを示します。スクリーンをご覧ください。 IR 照明弾は可視光を発する従来の照明弾と異なり、赤外線を発する照明弾で、暗視装置を使用した場合にその照明効果を確認することができます。目標は三段山です。 120mm 迫撃砲初動発射、経過秒時30秒。後方の射撃陣地から発射された照明弾はおよそ30秒後に三段山上空で解散します。続いて IR 照明下突火火砲による射撃を行います。射撃の観測は赤外線方式の暗視装置を装備した FO が行います。こちら FO 効力者 AA101 敵装甲車含む陣地正面100重心不明、送れ。こちら重心了解、効力者発射。以上、第2部各種の戦場照明および照明下の射撃を終了します。続いて第3部防御戦闘を行います。第3部では片岡地区において砲兵および戦車に支援された一個機械化大隊機関の敵対艦攻撃に対し砲白
および戦車に支援された普通科連隊内の第一線普通科中隊が防御戦闘を行います。スクリーンをご覧ください。我は衛星 UAV による情報をネットワークにより上級部隊から入手するとともに、偵察部隊並びに情報部隊による戦場監視組織を確立し、主導的に戦闘し敵の攻撃を阻止します。この際、中長距離においては敵の尾行暗視装置を装備した対戦車火器が我に比べて優勢であるため、我は砲破戦による炎服を活用しつつ無照明射撃による戦闘を実施します。また近距離においては照明弾を活用し習慣化して全火器の火力を最大限に発揮します。我の前方で戦闘する偵察警戒部隊および戦場監視組織からの報告によれば、砲破に支援された敵機械化部隊は三段山方向から攻撃前進中です。はじめに3の台および5の台から流れる A 道、B 道正面を防御する普通科中隊長による戦闘所の場面から状況を開始します。当初、著名な地形について示す。前方距離3点、三段山、敵の火力支援基盤敵地。前方距離線3の台、前方1800、5の台、3の台および5の台、我の障害が敷設されており、待機攻撃破地域である。本来であれば、戦闘指導は暗視装置を持ってしますが、一般の方がご確認できるように、目標地域を点灯表示しています。次に、主要なドームについて示す。三段山から三の台を通り、陣地前面に至る経路、A 道。同じく、三段山から五の台を通り、陣地前面に至る経路、B 道。いずれも敵の使用接近経路と見積もられる。なお、使用接近経路、青色点灯を持って表示しています。現在、砲兵、戦車に支援された機械化大隊の敵戦圏部隊が、我の警戒部隊と三段山で接触中。中隊は敵の夜間攻撃に備え、夜間配備に移行し、引き続き畑岡地区で陣地防御する。当初、三段山より遠方の経路上を接近する敵に対し、団直轄の遊撃部隊が伏撃を実施する。敵が三段山を越えたならば、我の陣地前方に配置した戦闘前哨による射撃を加え、敵の接近を警告させる。また、敵の攻撃方向を判定したなら、陣地変換させ、配備を強化する。敵が我の陣地前面の障害処理を開始したなら、エンダーを含む砲爆火力により、火力支援基盤を制圧するとともに、射撃により障害処理を妨害する。障害処理部隊のみならず、それを援護する下車歩兵にも注意せよ。敵が障害を処理する突撃の準備を整えたならば、我の照明弾により戦場を中間化し、全火力を最大限発揮して敵の突撃をなさいする。敵は尾行暗視装置を装備した対戦車ミサイルを多数保有していると見積もられる。エンダー、照明弾を活用し、敵の夜間戦闘能力を減災し、果敢に戦闘せよ。スクリーンをご覧ください。戦闘展開以前の敵機械化部隊出力は三段山より遠方の主要な経路を我の陣地に向け前進中です。敵の戦力を減災するため経路上に潜伏した我の遊撃部隊が強アイロなどの機動が制限される地形を活用して伏撃を行います。前方広場および三段山方向をご覧ください。団長、こちら現在敵戦車に対する伏撃を実施する。こちら団長、了解。敵戦車接近中、伏撃に開始。
爆撃により敵の混乱を削減し前進を遅滞させました。スクリーンをご覧ください。続いて我の陣地の前方における戦闘前哨の行動です。敵は前進を継続し三段山付近に到達しました。広場前方の MCV、FV 及び一部の通過部隊が戦闘前哨として警戒中です。我の情報に基づき砲丸火力の支援を受け敵の先遣部隊を射撃し敵の接近を警告するとともに死体混乱させ攻撃準備を妨害します。こちら飛行高齢者座標5126-1243正面1丸重心50次元遅れ。こちら特化初段発射。FV と MCV が射撃します。 FV 違反、鉄鋼、各班、装甲車、反射中撃て撃ち撃ち方、やばい。 MCV、アルファーライ装甲車、鉄鋼、反射中戦闘前哨の警告により中隊長は戦闘を準備します。敵東方部隊の一部が広場右前方白の台の方向から戦闘前哨の速報に浸透してきました。中隊本部が設置した対人障害システムにより対処します。中隊長、こちら戦闘前哨右速報から迂回する敵東方より。こちら中隊本部了解。敵の接近をセンサー、モニターにより確認した。対処する。展開よーい。展開。対人障害システムにより敵東兵を阻止しました。戦闘前哨、こちら中隊長。上級部隊の情報によりは、敵視力は戦闘を開始した模様。こちら戦闘前哨了解。これより離脱する。戦闘前哨小隊の MCV 及び FV は小銃分隊の予測援護のもと速やかに離脱します。戦闘前哨は主陣地から直接射撃により援護できる場所に配置しています。離脱の要領は代表的なものとして一挙離脱と手指離脱があり、一挙離脱は主力の援護のもと戦闘前哨部隊が一斉に離脱する方法で、手指離脱は戦闘前哨の各部隊が相互に支援しながら離脱する方法です。今回は主力の砲丸射撃の援護のもと戦闘前哨の全部隊が一挙に離脱する要領を現実しています。離脱を完了した戦闘前哨は弾薬などを補給した後予備部隊となり、逆襲の実施または敵の空挺攻撃およびヘリボン攻撃の対処をします。ここで主戦闘地域の戦闘場面に変換します。スクリーンをご覧ください。我の戦場監視組織により敵砲兵及び主力の展開地を解明しました。
これにより攻撃方向を A 道、B 道と行きして配備を強化します。 MCV および ME は下り翼4時に陣地へ出せよ。小銃班は射射速射できる補足陣地に陣地へ出せよ。 MCV 班了解。こちら ME 班了解。小銃班了解。広場左右をご覧ください。 MCV と FE が陣地変換します。陣地防御は与えられた任務や地形によって全ての照明体力を配置することができない場合があります。その際は敵が展開し、攻撃方向が判明した時点で部隊の配備を変更し、敵主力の攻撃が予想される正面に兵力を増強します。
三段山および二段山一帯に対戦車ミサイルを主とする火力支援基盤を設定しました。我はまずはじめに地上レーダーおよび中距離多目的誘導弾のレーダーにより敵の外弱位置を把握します。続いてレーザー検知機により敵の対戦車ミサイルおよび戦車のレーザー照射を検知するとともに偵察部隊各種レーダーにより敵の細部位置を把握します。敵の位置が判明したならばエンダーを含む高圧火力により離光暗視装置を装備する敵の優勢な中射程および長射程の対戦車火器の射撃を妨害するとともに中距離多目的誘導弾により敵の火力支援基盤を制圧します。六の台方向をご覧ください。敵が対戦車ミサイルを発射しました。広場左をご覧ください。我の戦車に損耗が発生しました。現在光が点滅している車両が我の損耗を受けた戦車です。偵察部隊が確認した対戦車ミサイルの飛行各種レーダーおよびレーダー検知機により敵の位置が判明しました。中隊長は目標の情報に基づき敵の火力支援基盤に対し対処します。トップはこちら中隊長、火力要求 AE1 に敵火力支援基盤エンダーボイを制圧する。こちらトップ了解。夜間における三段山の連打および制圧の様子をご覧ください。対戦車小隊長、こちら中隊長、目標6の台対戦車ミサイル車両射撃せよ。こちら対戦車小隊長了解。中距離多目的誘導弾強制目標止まりとバンナイスナイス。敵主力の前進を支援する火力支援基盤の対戦車ミサイル車両を減災しました。スクリーンをご覧ください。敵主力は A 道および B 道それぞれの主要経路を前進してきました。鈴鹿中隊長は引き続き防御戦闘を実施します。この際砲迫の支援を要求し火力支援基盤および砲兵の観測所転覆制圧します。また機動を取得するため照明弾を使用せず準備した地域に対し戦車などの火力を施行します。トップはこちら中隊長、火力要求 AA216 火力支援基盤および AA114 観測所エンダーボイを制圧する。こちらトップ了解。三段山に対し、円弾及び榴弾の射撃が開始されました。中隊長は機会を逃さず、中隊に射撃を命じます。こちら中隊長、射撃準備、陣地潜入。敵を発見し、射撃せよ。戦車と FV が陣地侵入します。
クリーンをご覧ください。敵はさらに前進し、障害処理実施のための火力支援基盤を3段山に設定し、その支援のもと地雷処理ローラー及び工兵部隊により我の障害処理の準備を開始しました。兆候を察知した普通科中隊長は障害処理妨害射撃を実施します。火力支援基盤及び砲兵の観測所に対し砲爆火力により制圧・延伏するとともに、障害処理を支援する敵砲兵に対し84ミリ無反動砲により制圧します。また処理ローラー及び砲兵の装甲車に対しては戦車 MCV、AV により対処します。この際射者・側車を追求します。また無照明下の射撃により我の陣地を取得して弾道性を追求します。トップこちら中隊長、火力要求 AA2155 火力支援基盤および AA234 観測所遠南軍用制圧する。こちらトップ了解。
敵は2の台に砲兵を展開させました。中隊は81ミリ迫撃砲で対処します。こちら小銃小隊長、2の台に敵が展開しております。了解、81ミリ迫撃砲で対処する。弾幕ソロ発射。中隊長、こちら小銃小隊長、敵徒歩兵撃破。こちら中隊長了解。敵の戦車および装甲車が我の陣地前面に対し突撃します。90式戦車 MCV および FV が対機砲突撃圧対射撃により敵戦車などを突撃を開始します。夜間演習を終了いたします。回収後、バルーンライトを点灯します。